イザドラ・ダンカン・イザドラ・ダンカンは20世紀を代表するアメリカのダンサー。モダンダンスの祖でもあった。サンフランシスコで生まれる。イザドラの両親はアイルランド人で音楽教師であった母親から音楽の基礎教育を受けた。早くから古典舞踊を学んだが、その慣習的な動きに満足できず、自分自身の創作する自由な舞踊を考えた。アメリカでダンスの仕事を 少しした後、1899年に一家でヨーロッパに渡った。1900年にパリでデビューする。フランスはデルサルトに強く影響を受け、また古代ギリシャの壺やパルテノンの壁画などから感化を受けており、当時のギリシャリバイバルの波に乗り新しいダンスを生み出した。衣装もギリシャ風のチューニックを用い、靴を用いず、裸足で踊った。ドイツのベルリンとフランスのパリ。 そしてロシア革命後のモスクワにダンス学校を創立20世紀のダンス舞踊だけでなく身体表現の形そのものを変革したと言われ、裸足のイザドラのあだ名で呼ばれた。演出家ゴードン・クレイグとは恋愛関係にあった。しかし、1927年9月14日にフランスのニース近郊で首に巻いたスカーフが自動車の車輪に巻き込まれ、イザドラは転倒して斬死した。 去年50歳、イザドラの遺体はダビに付され、遺体がパリのペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。イザドラの舞踊は、即興的な面が多く一定の理論を持たなかったため、その死と共に途絶えたが近代舞踊に多大な影響を与えたことは高く評価されている。また、イザドラは大のカメラ嫌いとしても知られ、イザドラの舞踊を記録した動画映像は、 屋外で隠し撮りされたものが一つ存在するのみである。この映像は1995年3月25日に映像の世紀第一周20世紀の幕開けカメラは歴史の断片を捉え始めたで放送された。1968年にはバネッサ・レッド・グレーブ主演でイザドラの電気映画、裸足のイザドラが制作された。ABCD ダンスハンドブック126から127ページ。ABCD 森田玲子 2015P3ABE オックスフォードバレーダンス辞典286から287ページ。ありがとうございます。